私のジャッキーニュースチャンネルへようこそ。香川照之、六本木クロース、撮影現場で落ち込む姿も。平手友梨奈は真面目な雰囲気だった。香川は現在放送中のテレビ朝日系ドラマ、六本木クラスに出演。最終回の放送は今月29日で、撮影は今月5日まで行われる予定だ。俳優香川照之、56が一転、ドラマの撮影現場で静かになっているという。テレビ局関係者は、続報などが出た週にはもう旬、としていて、ちょっと疲れているようにも見えた。報道後は、香川一人での撮影シーンが多く、あまり人目に触れないように配慮されていた、と明かした。当初、香川は撮影現場でベテランらしい態度を見せていたが、週刊誌報道が出ると一気に静かになったという。平手は作品に惚れ込み、周囲の反対を押し切って出演を決断。役作りにも真摯に取り組み、セリフも台本とは違うアドリブを加えるなど工夫し、毎回並々ならぬ思いを持って撮影に臨んできた。上り調子のドラマに水を差すスキャンダルに、共演者、スタッフらも怒りを募らせているという。最初のセクハラ記事が出た時、局側や共演者らも困惑していた。現場はピリピリムードでしたが、特に平手、友梨奈は撮影現場でも切れてますよ。オーラがすごかった。同ドラマは NETFL で大ヒットした韓国ドラマ、リタイン、イテウォン、クラスのリメイク版だ。初回から下がり、続け第3話で 7% と危険水域だった視聴率が最近は2桁台まで急回復している。その功労者が、浅見明演じる平手さん。ハマり役と、好評。平手さんを代表する役になる可能性もあったんですが、視聴者から続編を期待する声も届き始めていたが、香川ショックで見通しは極めて厳しい。テレ朝は放送中断も途中降板もしない意向だが、最終回まで無事に終えることに集中せざるを得なくなった。平手らが原因を作った香川に怒りを向けるのも当然だ。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。